石井博士郎は、秋田県南秋田郡八郎型町出身の元プロ野球選手で、現在は参議院議員実業家。2010年、参議院議員選挙に自由民主党から立候補し、初当選、当選2回。プロ入り前八郎型町立1日首相、八郎型町立八郎型中学校を卒業後、1980年に、 県内一の進学校であり、県内では野球競合校でもある、秋田県立秋田高等学校に進学。1981年秋季東北大会に進み、東北校との1回戦で投手として先発、金子聖一と投げ合うが、ゴールド負けを喫する。翌年末も秋田大会で破れ甲子園には、出場できなかった。高校通算32本塁打を記録している。 高校卒業後、一般入試で、早稲田大学第二文学部に進学し、早稲田大学野球部に入部。東京六大学野球リーグでは、優勝に届かず、1985年春季リーグ2位が、最高成績であった。同期は三類種として、ベストナインにも選出され、同年の日米大学野球選手権大会にも、出場した。 リーグ通算66試合出場、241、打数58安打、打率、241、15本塁打、42打点。ベストナイン1回。大学同期には、遊撃手の佐藤君弘らがいる。1987年にプリンスホテルに入社。サンシャインシティプリンスホテルに勤務しながら、プリンスホテル公式野球部に3年間在籍し、 通算32本塁打を記録。1989年の都市大港には4番打者として出場。大償は静止北海道との決勝では勝ち越し義費や敵時打を放つなど活躍、チームの初優勝に貢献した。チームメートには、住吉義則、橋本武博らがいた。 同年の社会人ベストナインに選出され、インターコンチネンタルカップ、アジア選手権日本代表も経験、4番打者も務めた。1989年度ドラフト会議にて、近鉄バファローズから3位指名を受けて入団。しかしこの直後肝炎で入院している。 近鉄時代アマチュア時代は全日本の4番打者を務めるほどの長距離バッターであったが、1年目の3月、当時チームの主砲であったラルフ・ブライアンと鈴木隆久らが、藤井寺球場での打撃練習で、外野スタンドにポンポンと打球を放り込むのを見て、自分は中距離打者に過ぎないのではないかと衝撃を受けたと述べている。前年、ドラフトに指名される。 直前の10月12日の西部の優勝がかかった、西部球場での対近鉄ダブルヘッダーを西部を応援するために観戦していたが、試合はブライアントの4連発などもあり、近鉄が勝利し、こんなチームに入ったら苦労するぞと恐れていた、とも述べている。1年目は肝炎と風心のためで遅れたが、ジュニアオールスターで MVP を獲得。 シーズン22本塁打を記録。同年は最優秀新人にはならなかったものの優秀新人賞としてパリーグ特別表彰を受けている。また入団から5年連続20本塁打以上を記録した。1992年のオールスターゲーム第一戦では小松達夫から本塁打を放つなど活躍で MVP を獲得。ジュニアオールスターとの獲得は史上初である。 1993年には辻初彦に次ぐリーグ2位の打率309を記録。1994年には33本塁打11打点で打点王のタイトルを獲得した。しかし、1995年5月18日に右足かかとを切れ骨折し離脱が避けられない重傷であったが、掛布正幸の持つ4番打者の 連続先発出場記録を更新するため、試合出場を強行、6月には1打席だけ打席に立ち交代するという異常事態が続き、記録を更新した6月8日の試合を最後に、戦列離脱。この年以降は、故障に泣かされ成績が急降下する事態となる。1996年には、開幕2試合目に、左手首を骨折し、 その2試合のみの出場にとどまる。渡米し、ロサンゼルスで手術を受けたが、渡航費用も、手術費用も、自己負担となり、同年オフ、球団が、日本プロフェッショナル野球協約の制限を超える60%ダウンの、年俸提示に対して、年俸調停を申請。1997年1月14日に、 吉岡雄二、石毛博士との交換トレードで読売ジャイアンツへ移籍。巨人時代1997年6月終盤に一軍昇格。6月25日の対横浜戦で移籍後初スタメン出場すると、翌26日は移籍後初安打を記録。さらに9回1点リードされている場面で横浜のリリーフエース。 大魔人こと、佐々木和弘から同点となる遺跡後初本塁打を放つ。6月28日の第中日戦では、第65代目の4番として、スタメンで出場し、その後も4番打者として低迷するチームを支えたが、8月、初旬に怪我で、戦線離脱しそのままシーズンを終えてしまった。1998年、負ければ、 チームの貯金がなくなる7月29日の対ヤクルト戦において両チーム無得点のまま迎えた10回表の満塁の場面で石井は代打で出されプロ野球8人目巨人では38年ぶりとなる延長での代打満塁本塁打を放ち試合はそのまま4対0で巨人が勝利しているロッテ時代1999年オフの11月8日に 川本育氏との交換トレードで千葉ロッテマリーンズへ移籍。ロッテ移籍1年目の2000年に4番打者に定着し2年連続2桁本塁打を放って活躍するもシーズン後半に左手首を骨折して途中離脱。2年目は代打要因に甘んじた。ロッテ時代の応援歌はイ・ジョンヒョンの和が原曲。横浜時代2001年オフに自由契約となり、 横浜ベイスターズへ移籍。2002年は台場を中心として起用されたが成績が振るわず、同年限りで現役を引退。10月14日の古巣巨人戦が引退試合となり、自身は7回裏に代打で登場。目に涙を浮かべながら、入り木優作と対戦し、夕日に終わる。試合後は、故郷、秋田から駆けつけてきた両親と家族の前で、 チームメイトから胴上げされた。プロ引退後引退後は、実業家として飲食店などの経営を手掛ける。現役時代の福岡遠征時に食べたもつ、鍋の味に惚れ込み、博多もつ鍋のチェーン店のオーナーとなる。2007年秋には地元にも秋田店を出店。野球界では2003年に日本テレビの野球解説者を務める。2004年には、 西武ライオンズの2軍監督を務めたが、1年で退任。2005年より、プロ野球マスターズリーグに参加。2010年2月14日、同年夏の参議院選挙に自由民主党から、秋田県選挙区に立候補する意向を示し、7月11日の参議院選挙において、民主党の現職、鈴木春悦を破り、初当選した。 2016年1月、参議院文教科学委員長に就任。2016年7月、参議院選挙にて再選される。2017年9月、参議院沖縄及び、北方問題に関する特別委員長に就任。2018年5月、参議院政治倫理の確立及び、選挙制度に関する特別委員長に就任。2019年9月、 デリバティブ取引で証拠金が不足していたにもかかわらず JP アセット証券に最大6200万円負担させて取引を継続していたことが判明。石井は謝罪した上ですでに生産済みであることを明らかにした。愛称は男、石井。プロ野球選手時代は常に真摯に野球と向き合う姿から頻繁に侍と形容されていた。 巨人時代は、角刈りのヘアスタイルで古風な佇まいが話題になり、日本テレビ系列の情報番組、ザ・サンデーでは、背景、石井博士郎です。という特集コーナーが設けられていた。1997年にシンガーソングライターの岡村隆子と結婚。数目を設けるが、引退後の2003年に離婚。2006年8月に、 元モデルレースクイーンの船木カエと二度目の結婚をしたが、後に離婚。さらに2013年10月、都内在住のフリーアナウンサーの稲見幸子と三度目の結婚。同年8月に男児が生まれた。卓越した勝負強さが魅力の強打者。近鉄時代は、主に四番打者として三番のラルフ・ブライアントと,と共に、いて前打線のクリーンナップを担った。 石井はブライアントが自身の前を打っていたことが良い刺激になり、いかなる球が来ても思い切りフルスイングする姿に勇気づけられ参考にもしていたという。また、二人で連続三振だけは避けようと、ブライアントが三振した後の打席は詰まってもセンター前に落とすようなしぶとい打撃を心がけていたという。さらに石井が在籍していた頃の近鉄は、 積極的に振る打者が多く、その中で状況に応じた打撃をしようと心がけていたという。石井は4番打者像を稀に長打を打つのがクリーンナップではないし、場面によってはつないだり右打ちをしないといけない。状況に応じた打撃をするのが4番の仕事と語っている。ありがとうございます。